今回は会社と役員間の税務の論点についてお話ししたいと思います株式会社の役員は会社の日々の取引について意思決定ができますから会社と自分との間で取引をすることも可能ですただそうだからといって好き勝手に取引をさせてしまうと会社が通常行わないような取引をして 脱税的な行為が行われたり他の株主に不利益を与えたりする可能性がありますから会社と役員が取引を行う際には様々な規制が設けられています基本的には当該役員以外の利害関係者を守るためのルールですから会社が損をするような取引を行う場合には税金の計算において不利になって 会社が得をするような取引を行う場合には特別な取り扱いがなく通常通り課税されると思ってください。それではまずは会社と役員との間で資産の売買があった場合について会社から役員に対する譲渡や贈与があった場合対価が時価未満ですと会社の資産を安く役員に売り渡して 利益供与をしていることになりますから会社は自家で売ったものとして基調して対価と自家との差額は役員賞与になりますつまり会社は損をしていても基本的に損金算入することができなくて役員には給与所得として所得税が課せられます一方対価が自家以上である場合は 会社が得をしていますから特別な取扱いはありませんつまり会社は取得価格と売却価格との差額を益金または損金として把握して役員は資産を購入しただけですから特別に課税されることはありません反対に役員から会社に対する譲渡や贈与があった場合は対価が時価未満ですと会社が得をしていますから 基本的には特別な取扱いはありません。つまり、会社は利益を認識して、役員は譲渡所得の計算を行います。ただし、対価が二分の一未満である場合は、役員は自家で譲渡したものとみなされて、譲渡所得の金額が高くなります。これは、例えば10倍に値上がったような資産を持っている役員が、 他人に売ると高い所得税が課されるところ会社に売って所得税を節税しようとするような行為を防ぐためですこの時さらに会社が赤字で損益通算するようなことにでもなれば明らかに脱税的な手法に見えますからそれは許されないと思ってくださいまた逆に対価が時価以上であれば会社が高値掴みをして損をしていますから 会社は時価で取得したものとして基調して対価と時価との差額は役員賞与になりますつまり会社は損をしていても基本的に損金参入することができなくて役員には給与所得と譲渡所得として所得税が課せられます次は法人と役員との間で金銭の貸借があった場合について 会社から役員に対するお金の貸し付けがあった場合、利率が適正利率よりも低いと役員に対して利益供与していることになりますから、適正利率との差額が役員報酬になって役員には給与所得として所得税が課せられます。一方、利率が適正利率よりも高いと会社が得をしていますから特別な取り扱いはありません。つまり 会社は利息分の収益を認識しますし役員は利息を払っただけですから特別に課税されることはありません反対に役員から会社に対するお金の貸し付けがあった場合は利率が適正利率よりも低いと会社が得をしているんですが原則として会社に課税関係は生じませんオーナー社長などが会社の資金繰りのために ポケットマネーを会社に貸し付けるのはよくある話ですからそういう資金繰りが苦しい会社に対する配慮だと思ってください役員についても原則として特別な取扱いがなくて適正利率未満の利息を受け取った場合は雑所得となります一方利率が適正利率よりも高いと役員に対して利益供与していることになりますから 適正利率との差額が役員報酬または役員賞与となって役員には雑所得と給与所得として所得税が課せられます。続いてはその他の取引について会社から役員に対して居住用資産の無償または定額対応があった場合や役員の光熱費を負担する場合は 役員が毎月おおむね同額の経済的利益を受けていますから定期同額給与になりますまた渡し切り交際費として会社が役員に毎月一定額の交際費を支払う場合も同様の理由で定期同額給与となりますその他会社が役員の債務を免除したり引き受けたりした場合はそのようなことは定期的にあるわけではありませんから 役員が受けた経済的利益は役員賞与となります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。